薬の神じゃないは2018年の中国のコメディドラマ映画監督はベンムーイエ、出演は習玄とワンチュエンジュンなど中国で実際に起きた事件をモデルに金に困って国内で認可されていない白血病治療薬のジェネリック薬を密輸し始めた男が高額な正規治療薬を買えない患者たちの救い主となっていく姿を コメディタッチとサスペンスタッチを交えて描いている。2018年10月の2018東京中国映画週刊においては偽役じゃないの放題で上映された。2020年10月に日本では一般公開。上海で男性向けの回収役を売る小さな店主チョンイヨンは店の家賃さえ払えず妻にも見放され。 人生の目標を見失っていた。ある日、血液の癌である、慢性骨髄性白血病患者流症医が店に訪れる。国内で認可されている治療薬は非常に高価であるため、安価で成分が同じインドのジェネリック薬を購入してほしいという依頼だった。最初は申し出を断ったものの、金に目がくらんだチョンは、ジェネリック薬の密輸、販売に手を染め、 より多くの薬を仕入れるため、購入グループを結成する。依頼人のリをはじめ、白血病患者が集まるネット上コミュニティの管理人で、自身も白血病の娘を持つポールダンサーの、リウスーフェイ。中国語鉛の英語は操るリウボクシ。力仕事が得意な不良少年のボンハオが加わり、事業はさらに大きく拡大していく。警察に密輸として目をつけられ始め、 一旦はグループを解散したチョンヨンたちだったが、薬を断たれた患者たちの悲痛な叫びに決意を固める。患者の負担を軽くするため仕入れ年下の価格で薬を売り、あえて危険な仕事を続ける。ありがとうございます。